はい、皆さんどうもピーマンです。というわけで今回サクサクセスで最強チームを作ろう実況5回目になりますよ。こちらの実況動画は5日連続で動画投稿中でございます。そして本日が最終日ですね、見てくださった皆さんありがとうございます。今回はついに1回目から4回目までに作ってきた選手たちを集めチームを作り、そのチームでオートペナントを回してみたいと思います。最強ですからね、優勝&日本一することはできるかな、できちゃうかな、できちゃうでしょう、間違いないね。オートペナントでまずは回す前に選手のね、このチームのベストオーダー、ローテーション、起用法などをね組んでいきたいと思います。まずはベストオーダーから組んでいきましょうか。強い選手たくさん作りましたからね。はい、じゃあまずは DH なしから作ります。ちなみにね、このパワプロという選手は僕が作った選手ですね、全部オール D となってます。申し訳ない。なぜこの選手を入れたかというとですね、これね、セリーグに入れて今回回してみようと思うんですが、オートペナントをね、交流戦あるの忘れてましたなのでね、交流戦の枠の選手をちょっと作り忘れてたため、この選手をですね、その枠に代わりに入れたいと思います。能力はね、もう D、オール D、 そして何の特殊能力もないのでノーマル選手ですね、次回からこのようなことがないようにね、ちゃんと作っていきたいと思いますので、じゃあまずは DH なしの選手作っていこうかな。1番誰にしようかな。リードオフマン、あ、この選手じゃいいんじゃない、いいんじゃない、足がめっちゃ速いのね。走力 S ありますからね。キャッチャーのくせめっちゃ速いんだ。よし、ならば1番キャッチャーの、この選手で OK。キャッチャーがリードオフマンって聞いたことないけどね、弾道が4。おい、個性ありすぎるだろ、この成績。で、2番誰行こうかな。2番、あ、この選手いいんじゃない、ファーストの選手だね。まあ、ファーストにはパワーを求めてたんですが、出来上がった結果めっちゃ変な人できた。バント持ってるしね。じゃあ2番バッターはファーストの選手で、3番は強打者のポジションですからね。誰行こう、誰にしようかな。あ、この選手いいじゃん。ミート B、 パワー A だよ。特殊能力には広角打法もついてる。ならば3番はこの選手で決定で、4番はどっち行こうかな。あ、迷うな。外野手とサードの選手どっちにしようか。ライトと外野、サードの選手、ライトがこんな能力、サードは、あー、じゃあもうこれこっちの方がいいね。よしよしよし、じゃあこちらの選手を使っていきましょう。4番で、5番はサードの選手で、6番に外野手レフトの選手でいいね。で、7番ショート、8番、セカンド、んー、どうしようかな。10番、いや変えようか。7番を、セカンドの選手で、8番をショートで OK でしょう。 OK、 これで DH なしのオーダー完成だね。なかなか強いんじゃないかな。キャッチャーがリードオフマンという複雑なチームだよ。そして DH なしは、まあ、基本は同じですね。さっき同様、こんな感じでね、作っていって、OK。ほんで、このパワプロという選手はですね、9番に固定したいと思いますので、で、6番、この選手あかんでしょ。で、この選手だ。うん。じゃあこれで完成だ。はい、ベストオーダー完成ですね。はい。DH ありではこのオーダーで戦っていきたいと思います。はい、こんな感じね。なかなか強いんじゃないかな。個性あふれるチームだよ。最強ね。最強かどうか回してみないとわからないけどね。どのような結果になるかはね。お次は1軍選手、ローテーション選手、投手を組んでいきましょうか。うん。あ、そうですよね。これ前回にも言ったんですけど、申し訳ない。ちょっとね、先発の選手を5人作ったんですが、この選手ね、投手適性変えるの忘れててね、中継ぎ選手になってるんだよね。なので、この選手ちょっと守備適性、先発適性はないですが、本来の力は発揮できないのですが、もう今回はちょっとピーマンのボンミスなのでしゃあないので、このまま入れましょう。うん、球速は157キロと速いですが、多分能力が判別されると思うんでね、半減されると思うんで、残念ですけどね。うん。まあまあまあ、でも、なんだかねっていけるでしょう。よしよし。あ、こいつも抑え適性持ってないのか。マジで？はあ、抑えとして作った選手。あー、これも変えるの忘れてた。あれ？ついてるじゃん。ついて、あ、こっちか。こいつか。はい、こいつも中継ぎ投手として作ったんですが、申し訳ない。こいつも適性の方変えるの忘れてたね。抑えのまんまになってます。こいつも本来の能力は発揮できませんが、頑張ってもらいましょう。
で、ローテーションはもうこんな感じ。作った順ですね。はい、作った順で OK。個性あふるぬ能力。先発のくせにスタミナが F。あかんでしょ。1回、2回投げきれんわ。で、次は投手起用法だね。投手起用法では、先発ローテーション1番手の投手は何でいこう？やっぱエースですからね。エースとなる選手はまあ完投でしょう。で、2番手は、うわ、スタミナがないのか。ならばね、調子次第で OK。で、3番手は、スタミナバカだね。ならば、お前ももう完投、スタミナの限界まで投げろ。で、こいつスタミナ F のやつだ。こいつどうしようかな。こいつどうしよう。何にしよう。こいつ完投でいいか。どうしようかな。こいつも調子、いや、完投でいいね。完投にしよう。そしてこいつは中継ぎ適正しか持ってない選手ですが、お前は勝利投手で OK。これで完成ね。で、お次は、中継ぎの適正ですね。まずは中継ぎはめっちゃいいのできたからね。これ見てよ、ほら。166、165、163と球速バカができたんだよ。素晴らしいね。中継ぎのエース、やっぱこの選手だよね。166を投げる選手。これを中継ぎのエースとして作っていきましょう。で、サクサク01、中継ぎの選手1番手は、どうしようかな、スタミナがたくさんあるからね。ビハインドでいいかな。まあ、これに、いや、配膳投手にしとこうかな。配膳投手にしときましょう。で、サクサク04、こいつは、球が速いね。リード時でいいかな。で、サクサク04、あ、03ね、こっちは。04も、これは接戦時行こうか。接戦時行きましょうよ。おお、こいつもいいじゃないか。05、素晴らしいね。こいつもどうしようかな。これはね、これも接戦時で行こうかな。接戦の時、そんで君は、ビハインドでもこれで OK だね。はい、完成です。最後、守護神はもう守護神でそのまんま、抑えはこのまんまで OK でしょう。はい、投手の起用法、ローテーション、ベストオーダーの方が組み終わりました。じゃあこのチームでオートペランと戦っていきますよ。 OK、 シーズン1となる今回はセリーグに入れたいと思います。7チームになりますね。ちょっと日程がごちゃごちゃになるけど、まあいいでしょう。うん。で、球団はこれですよ。サクサクセス、イエー。で、ちょっと怪我しちゃうと他の選手がいないので怪我はなしでやっていきましょう。これで OK。 その他はもう同じルールですね。ペナントレース開幕だ。2014年のシーズンがこれから開幕いたします。さて、新たにセリーグサクサクセスズというチームが加わりました。このチームどのような結果を残すのか非常に楽しみですね。私が作ってきた選手たちですから、1回目から4回目でね、楽しみだよ。どんな結果になるかね。じゃあ早速ですけど、オートペナント楽しんでいきましょうか。まずはですね、交流戦開幕前まで一気に飛ばしていきましょうかね。そこの時点でどのような順位になるか、そしてベストオーダーの成績、投手の成績もこれもまた確認していきますのでね。じゃあお前ら頼むぞ。さーて、交流戦開幕日まで飛ばしました。現在サクサクセスズの順位はリーグ5位。しかしゲームが差は4ゲーム差ですから、まだなんとでもなりますね。まだ安心できます。 OK、 じゃあここまでのチームの成績見ていきましょうか。サクサクセスズの成績はどんな感じなのか、まずは投手から。ほい、投手は、うわー、ひどいな、これ見てよみんな。なにこれ、まともなピッチャー、いや、中継ぎ陣はいいね、これ見てよみんな。ただ先発陣がひどいな。規定投球回達してるのは2人のみか。他の先発陣も成績はひどい。あ、この F の選手やっぱ投げきれないね。防御率自体はいいけど24回しか投げてないよ。少なすぎるな。ただこの辺の中継ぎ陣素晴らしい。抑えは防御率 1.13。 で、この中継ぎの選手は 1.29、 28回投げとるからね、いいんだけどね。頭速いやつどこ行った。1686のやつは、そんな球投げれてこんな成績なの。もっといけるでしょう。いやいや、残念ですね。ここまで結構ひどいよ。じゃあ次、野手見ていきましょう。おお、あ、いいね。打率3割8分1厘。お前がこんなに打つんかい。
やばすぎるよ。ただ1割台いるな。何をしとるんだお前ら。バカ野郎、バカ野郎、お前がいるから勝てないんだ。ひどすぎるね、この内野手コンビ。この2人の選手ね、セカンドとショートの選手なんだけど、これファーストかな、ファーストの選手なんだけど、セカンド、ショートの選手はね、あ、セカンドの選手は、大丈夫博士で失敗して能力がね、めっちゃ下がったんだよね。共に OPS が。悲しいね。ただ、この2人以外は OPS7 割以上あるからね、こいつに限っては OPS10 割あるわけだから、盗塁が少ないな、4個か、リードオフマンで使ってるが、もっと打てるだろう。現在ホームランランキングだ。この選手が一番打っとるね。これは何番で使ってる選手だ？あ、4番で使ってるやつね。うん。いや、いいけどね、打撃陣の成績はほんと素晴らしいよ、ここまで。バランスが取れてる。うん。こいつらがちょっとダメだけどね、4割台のやつ。まあ、ここからの巻き返しあるでしょう。パワープロは？この選手は？平均的な選手は？うん、微妙だね。よしよし。現在はこんな感じですよ。リーグ4位。いいとこにつけてると思います。よし、次はですね、オールスター開幕前まで一気に飛ばしていきたいと思います。前半戦シーズン終了日までね、前半戦をどのような感じで終えるのか非常に楽しみ。現在はリーグ4位。ここから上げてくれよな。さあ、てオールスターゲーム開幕前まで、前半戦シーズン終了時点まで回しました。現在チームはリーグ4位。ただまだ4ゲーム差か。セリーグは接戦が続くね。ああ、阪神がどえらいことになってる。ああ、かわいそう。ああ、かわいそう。放っておきましょうか。さて、ここまでのチームの成績はどんな感じなのか、こちらも確認していきましょう。投手ランキングでは、現在2人のみか規定投球回達してるな。どちらともいいピッチャーではないよね。ローテーション4番手、5番手くらいのレベルだよ。うん、まあ、悪くはないけどね、特別悪くはないんだけど、決して良くもないっていう。マジで？もっと頑張れないかな、お前ら。ただ、中継ぎの安定感っていうのは半端ないね。これ、防御率1点台。抑えの選手は？うわ、0.55！ おいおいおい！おいおいおい！これなんだ、この選手。やべえな！見てよ、これ !0.55！抑えとはいえすごすぎないか。ただたまにやらかしてるね。3敗してるよ。いや、防御率の凄さに驚きましたね。やっぱ中継ぎ陣は自信があるやつがたくさん作れましたからね、安定感ある数字なのは間違いないんだけど、先発陣のイニングの少なさ、成績の悪さというのが一つ課題だね。防御率自体はまあ大して悪くないんだけどね、先発こいつ以外はね、こいつ以外はただイニングが少ない、それだけです。で、バッタ陣は、おお、3割が2人。しかし3割から3番目から急に2割5分台って、とにかくこの1塁の選手とセカンドの選手ようやく上げてきたね。さっき見たら1割台だったけどね。うん、ただここまであかんね。チーム首位打者はやはりこの選手になるね。ミート B の選手だ。本塁打もここまで22本。素晴らしいね。めちゃくちゃ打っとるよ。打点も50打点が並ぶな。素晴らしい。得点圏は、うん、みんなそんな強くないね。 OPS では、なんとも言えない感じ。出塁率では、ほうほう、あ、高い、高くないな。ここ2位から一気にこの転落は何なんだ。2位からの急な転落があるんだよな。いや、でも打撃陣はほんと頑張ってくれてるね。こいつリードオフマンなの全然打たねえな。出塁率2割8分5。あかんねえ、あかんねえ。ちょっとオーダー変えましょうか。後半戦はオーダーを変えよう、変えよう、変えちゃいましょう。このままだとね、ちょっとまずいんで、変えたらね、これ一つきっかけになってリーグ4位から脱出できるよ。もう交流戦はないので、交流戦 DH なしの方で組んでいこうか。1番をね、誰にしようかな。2割5分1厘か。ホームラン4本。でも変えない方がいいかな。変えるっつったってそんな言うほどいねえしな、選手。ちょっとこの選手だけ変えとこうか。うん、どうしよう。これも、あ、変えなくていいね、別に。変える必要性は、いや、待て。あ、これ変えよう。これとこれ変えよう。4番ね。外野手の選手、ホームランを打ってるが打率が低い。ならこっちの方がいいでしょう。打率、高打率で17本だからね。
予想以上にこいつが打つな。やっぱ特殊能力の差だね。同じような能力でもこれ見てよ、やっぱこっち特殊能力あってこっちないからね。お、差が出るんだね、やっぱそういうとこで。よし、とりあえず4番と5番だけ変えました、打順をね。それ以外も変える要素はないので、じゃあ次はね、どこまで回そうかな。どこまで回そう、とりあえず9月まで回そうか。9月のここまで回していきましょう。チームはどんな感じになるか頼むよ。リーグ4位から脱出してくれよ、上げてくれ、行こう。さて9月まで回り終えました。現在チームは3位、順位は上げてきたがゲーム差離されてるな。ここまで 6.5 ゲーム 1位の広島と離れてますね。ここからが正念場だよ。とりあえず3位に入れたら CS に出れるチャンスがある。そこで日本一っていうのもあるからね、そのチャンスを必ず逃しちゃダメだ。あと残るゲームはサクサクセスズはあと37ゲームですね。ほうほうほう。でさっきの打順変えましたけど成績の方はどうなったのかな。いい結果出てるかな。ちょっと4番と5番のみの成績見ていこうか。4番はこの選手、ああちょっと打順を変えたことによって打率が下がっちゃったかな。ちょっと下がっちゃったね。でさっきの選手は4番5番だった選手は、あ、これか、これだね。打率、こいつ本格的に打率下げてんな。リードオフマンで使え、これ変えた方がいいね。これ変えよう変えよう。この1番バッター変えましょう。足の速いやつね。こんなのリードオフマンで使ってたらそりゃ勝てる試合も勝てんよね。あかんあかんか。現在キャッチャーの足の速い選手を使ってるんですが、あまりにも打てないのでここを変えて、その他打ってる選手、クリーンナップ以外で打ってる選手を入れましょうか。あ、この選手いいね。じゃあこれ入れて、これ入れて、ホームラン10本で30打点っていうのは悲しすぎない？ちょっと6番打ってもらおうか。よし、これでいいね。キャッチャーだったやつを2番にして、外野手の選手を1番、そしてファーストにいた選手を2番から6番にしました。ホームランも10本と打てる長打力はあるのでね、10本打って30打点とかは悲しすぎるんでね。さて、じゃあ次はもうシーズン終了時まで一気に飛ばしていきたいと思います。サクサクセスズが勝つことはできるのか見ていきましょうか。シーズン終了ですね。違う、日本シリーズまでは回しませんので、とりあえずシーズンの公式戦の最後のまでここまでですね。一気にゴー。さてどうなる、いかん4位に転落、上がれ、いかん5位に、いかんいかん、上がれ、上に行け、6ダメ、上がって、よし5位、4、行こう、4捉えろ、中日の背中捉えろ、捉えてくれ、いかん、頼む、上がるんだ、上がることを覚える、ゲーム差だな、空いてきてるな、よし、いかん、何をしてるんだ、バカ野郎、うわ、なんで落ちるの、バー、上、ここから連勝行こう、バカ野郎、もう終わる、3位入れ、3位行け、うわ、止めれ、は？ここに来て、はい、終わりましたね、はぁ、何も信じられないんだけど、まさかの展開、ドベはないだろうなって思ってたら、阪神がまさかの追い上げ、そしてサクセクセスズまさかの転落で、このシーズン1初めての実況でリーグドベ、打順変えたのが失敗だったのか何なのか、ガチで何なのこれ、本当に何も信じられないんだけど、もう僕に信じられるものなくなったよ、信頼してたものがなくなったね。じゃあセリーグの順位表見ていきましょうか。サクサクセスズは68勝の72敗。引き分けは4引き分けで、勝率は4割8分6で、1位とは 6.5 ゲーム差で最下位。最後までセリーグが接戦でしたね。波乱の展開が続いてたんですけど、そこで勝てなかった。悔しい、もうドベ。シーズン1でいきなりドベですか。もうこの先この実況やる続けるモチベーションがないんだけど。悲しいね。
はあ、ほんで他のちょっと成績とか見ていこうかな。投手成績とかは？あーでも別に、いや普通にいいよね、投手成績別に悪くないよこれ。悪くないってかむしろいい方でしょこれ。リーグ2番目にいいね、防御率だけ見たら。基本塁打数も少ないしね、与えたフォアボールもリーグ1少ないんですけど、え、何が悪いの？打線、うわ打線か。チーム打率は2割5分、得点536得点、そら負けるわ。で安打も少ないね、盗塁も31個とかなり少ない。そらね、そらこんなね打線では勝てへんわ。あれ投手はダメだけど打線はいいって思ってたら逆だったね。投手が良くて打線が悪かったんだ。はあ、マジで？じゃあまずは投手成績から見ていきましょうか。はい、このような成績でございます。あ、ほんとだ、なんだかんだ言いつつ防御率いいとこ行ってんな。4点台だったんだけどね、普通にいい成績だよ。9勝12敗はかわいそうだけどね。圧倒的かわいそう。先発陣はいい、規定投球回は2人のみ。あ、抑えの選手も防御率 1.26 とすごいね。セーブ数も41個、守護神として大活躍。ただ7敗で守護神負けすぎじゃない？どんだけ負けんので。中継ぎもほら見て、中継ぎ、おー125回、中継ぎで何試合登板してんの？87試合、酷使されとんな。いや中継ぎ陣がやっぱこの辺の先発陣か。いや投手陣自体はいいんだよ。ちなみに投手陣の成績は動画の説明欄に貼っておきます。ブログの方に書いておくのでぜひ見てください。でお次は野手ランキング。うわ3割はついに1人のみか。うわこいついいな。え、ちょっと待って、トリプルスリーもあるんじゃねえかこれ。盗塁はどう？あ、盗塁ゼロか。うわあ、なんだかんだ言いつつ3割が1人になったね。ホームラン35本打ってるんだけどね。はい、打線はこんな感じ。あ、投手で1本ホームラン打ってるやついる。サクサクセスの先発2番手の選手だね。打ってるよ。いや、そんなことはどっちでもいいんだよ。なんだよ、これ。ひどい仕打ちだな。キャッチャー最後までゴミだったな。いやいや、この上位クリーンアップは素晴らしいんだけどね、下位打線がゴミすぎるわ。せめて OPS6 割でしょう。5割ってお前ピッチャーか。ほら見て、ピッチャーの方が OPS 高いからね、これ。もちろん打席数などは違いますけどね。いやピッチャーに負けるんかい。出塁率も低いなー。そりゃね、レギュラーがね、出塁率に3割切ってるやつが4人もいたらそら負けるわ。そらね、 OPS ね5割のやつがね、3人もいたらそら負けるよ。勝てるわけないよ。マジかー。はぁ、もう悔しい悔しい悔しい、その一言ですね。初めてのシーズン1でこのような結果になるとは思わなかったね。もう残念の一言ですよ。残念残念残念です。はぁ、じゃあ最後まで一応プレイしましょうか。日本一はどこに輝くのか、このシーズン1の実況ではね、もう一気に飛ばしていきたいと思いますので、日本シリーズまでね。はい、これで OK。どこが輝くんだ？本来ならばこのサクサクセスズが輝くべき、たいとこだったんですけどね。残念ながらできませんでしたよ。悔しいわ。今この気持ちをどこかにぶつけたい。怒りを誰かにぶつけたいね。リーグ6位か。6位なのか。つらいね。さて、年間表彰式ですね。このサクサクセスズの中からね、タイトル取れた選手というのはいるのか。ちょっと見ていきたいよね。まずは、どうだ？おー、ベスト9ではあのサクサクセスの外野手1番の選手が取ったね。よしよし。で、ゴールデングラブは？おー、キャッチャーが取ったよ。マジか。で、タイトルは？おー、新人王。まあ、新人王は反則だけどね。あー、最多セーブがサクサクね、抑えが取ってくれたね。いいぞ、よく取ってくれたのはいいんだが、いいんだが。ドベだもんね。ドベだもんね。またこれ金子千尋が投手4冠しとるな。恐ろしい。菅野も惜しいな。メッセンジャーいなかったらこっちも投手4冠だったのね。惜しい惜しい。はい、じゃあ終了しましょう。初めてね、このシーズン1。初実況だったんですけどね、このシリーズ。はい、成績が出ますね。見ていこうか。素晴らしい成績だね、やっぱ中継ぎ陣。これ見て、抑えの選手だね。
でこれも中継ぎの先制権、素晴らしいよ本当に。これ首位打者に輝いた選手だね。これもなかなかいいんじゃない。なんでこんだけいいと悪いや、いいのと悪いやつがちょっと分かれすぎたね。はいはいはい、悲しいわ。数字が出てくんなお前は出てくんなはい、 Thank you for playing。 というわけで、このシリーズは初めての、ね、実況となったわけなんですが、シーズン1、ではね、残念ながらリーグ優勝どころがドベですよ。本当に怒りすら感じることになってしまいましたね。このままでも終わるわけにはいかないと思います。またリベンジシーズン2をですねやっていきたいと思います。この動画ね、毎月1回くらい、1ヶ月に1回くらい出していければなと思いますのでね、とりあえずまた6月ですね、に出していきたいと思います。この動画はね5日連続で出しましたが、5日連続で見てくださった方々ありがとうございました。僕もね初めての試みだったんですが、なかなか楽しくできたと思いますよ。うん、こちらのシリーズは続けていこうと思いますので、次回予定としては6月にまたやるのでね、シーズン2の実況もまた見てくださいね。うん、じゃあ今回はこれにて終わりだ。次回の実況で、シーズン2の実況でまた会いましょう。バイバイ。